ました。今大阪の荷卸しが終わりました。ただいま11時20分。めちゃめちゃ朝から待たされました。今日はなんかすごい雨らしいので、ちょっとあれでしたね、なんかあの段取りがいつもと違ったらしくて結構待っちゃいました。今日は大雨警報、かなり雨と風が強いらしいので、まあそういう時は仕方ないですね。いやー、とりあえず終わったのでよかった。まあ体はベタベタですけど、とりあえず無事に終わったのでよかったです。さあでは行きましょう。よいしょよいしょよいしょ。いやー怖い怖い、雨の日は気をつけていきましょう。とりあえず今日の積み込みは和歌山県の2カ所取り、まあとりあえず今から行って昼からかな、まあ、とりあえずもう高速で和歌山の辺りまで行きましょう。最初は下道で行こうかなとも思ったんですけど、ちょっと今日はこんだけ雨風がひどいので、まあ、とりあえずもうベベッと行っちゃおうかなと思います。まあ、下手に下道で行ってとか通行止めになるとも嫌ですし、まあ安全に高速で行きましょう。やべえ、雨風やべえ。では早く積んで次行きたいな。とりあえず昼から和歌山2カ所取りしてもうペペッと行っちゃいましょう。今なんか冠水通行止めとかになってました。やべえ、早く行こう。まあ、とりあえずもう雨がこんな感じなので、ちょっと気をつけて和歌山のあたりまで行っちゃいます。では後ほど。高石まで走ってきたんですけど、なんかメールが来ました。緊急速報メール、なんか詳しくは見えないんですけど、なんか避難指令ってやつかな。さっきからなんかすごい雨、川も結構水が増してますね。これ和歌山行けるかな。今日はなんか全国的に
なんか荒れるみたいなことを予報で言ってたので覚悟はしてましたけど、やべえかな、早く積んでいきたい。立ち往生したら立ち往生したで、まあご飯のことはあるんで、まあ大丈夫やな、かな、大丈夫かな。今から和歌山行って2カ所積んで、まあ、そっからですから、どうやろうな。まあ、とりあえず予報では今日1日ひどくなるってだけなので、明日は大丈夫と思いますけど、まあ問題は土砂崩れやらなんやらなると厄介やなっていう、そんだけの話。荷下ろしも荷下ろしでベタベタなっとるし、次の積み込みもベタベタになるかな、どうやろうな。まあ今日はこんな感じで終わっちゃいますか。一日ね、まあどっか積み込み終わったら着替えようかな。やだ、あれ、またなんか なりうる。はい、また避難指示かな。どうやろう、なんか見えないんでちょっとわからん。あの一番上の緊急速報メールっていうのは見えたんですけど、それ以外はわからん、どんな内容かわからん。まあ一応電光表示板には出てないので、通行止めとかその先がどうのこうのとか書いてないので、岸和田北出口渋滞中だけやな。まあ、高速上は今のところ大丈夫そうかな。まあ、気をつけていっちゃいましょう。また何かあったら報告します。はい、さあ海南東まで走ってきました。なんかすごい雨。とりあえず積みに行けるかな。なんか雨の音がひどすぎて ETC 何喋ってるかわからん。ちなみに今12時40分。めちゃめちゃなんか下の一般道とか見るとなんかすごい、なんか田んぼとかすごい水が溢れかえってます。川とかなんか氾濫しそうなぐらいなんか結構濁流になってますね。さあとりあえず海南ここで降りて、あと積み込みに行きたいと思います。ここは混んでないろうな、大丈夫かな。ここで出よう。まあ自分はここで出るんで大丈夫。
さあ行きましょう行きましょう。今日はやべえ雨ですからね。頼むぜ頼むぜ。頼むぜ。でも通行止めなっとる割にはあれやな、大滑る。あれやな、解除したんかな。全然先へ行ける感じになってます。とりあえずあれやったんかな、解除、雨収まったで解除したんかな。そうやったら道路交差の人が止めてこっから降りようってなるんですけど、なってないな。やで大丈夫か。おうおう、やべ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 、水たまりだ水たまりだ。とりあえず今12時45分なんで、まあ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 1時から受付して積み込みしよう。でそっから2カ所目行って積み込みしよう。和歌山の2カ所取り。やべ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 やばいやばいやばい。頼む頼む。はい、あれ何もしかして、あれだな、降りることはできても乗ることができない。 ETC とか真っ赤くなってます。やべやべえな。まあいっか。怖えよ、滑るで怖えよ。まあとりあえずちょっとベッド積み込み行ってきます。積み込んでから考えましょう。では行きます。